パリの街を守るんだ! パリ歌劇団! お前たちならきっとやってくれる! この程度しかできませんが、私もパリの人々の力になりたいと思っています。 皆さん、しっかりしてください。神様はきっと私たちを見守ってくれています。 主よ、このパリを、パリに暮らす人たちをどうかお守りください。 嬉しいのお嬢様、お嬢様はパリの平和のために戦っていることをお隠しざます。あえて理由は尋ねないざます。お嬢様が無事戻られるまでお屋敷は必ず 守りするざます。
私がやられるとでも思ったか。それより体調はどうなのだ。まだ戦えるのか。狙われる。チェックメイト。素晴らしい式だ。隊長、皆は必ず生きている。私には分かるのだ。私も他の皆と同じく隊長を信じているからだ。だから必ず生きている。生きて隊長が来るのを待っているのだ。
メル、シー、大丈夫かい？ご苦労だったね。怪我はないかい？大丈夫よ、シー。大神さんたちは帰ってくるわ。だって約束してくれたでしょ。そうさ、あれだけお見えを切ったんだ。死にましたなんて言わせないよ。そうだろ、大神隊長。足でまといになっちゃって。チェックメイト。
まま一人だったら面倒なことになってたよ。私の してもらえるのって疲れてるってことだよね。僕もイチロのこと好きだからきっと心配してたんだよ。グズグズしてんなよ。置いてくぞ。勘違いするなよ。私はパリ生まれじゃないし、パリなんてどうでもいい。ただ自分の縄張りをバカどもに荒らされるのが我慢できないのさ。私の暮らしてきたこの縄張りをね。満点だよ。
それなら簡単な話さ。オーク巨樹の側面へ出て幹を滑り降りればいい。遅れて申し訳ありません。北王子花火、ただいまより合流いたします。よかった。心配したぞ、花火。ごめんなさい。遅れた分、頑張ります。
立てましたか？あなたのお役に。チェックメイト。
Thank you.
の。急ぎましょう、大神さん。時間がありません。不安なんだ。こんな巨大な敵を相手にして生きて帰れるのでしょうか。もちろん大神さんの言葉を信じていますが、くじけてしまいそうで。強い意志、何者にも負けない心、
ありがとうございます。私、大神さんの言葉を信じます。さすがはパリシーの子供たちだ。よくここまで来た。パリ歌劇団の諸君、待っていたよ。黙れ！いつまでも我々が貴様に惑わされると思うたか！所詮君たちは怪人たちと同じ。パリシーの血を受け継ぐ者。いかに戦おうとも、我らが古の神、オーク巨獣を倒すことなどできはしない。そんなのはさ、やってみなくちゃわからないんじゃないのかい。君たちは勝てない。それが運命だから。私は皆さんに教えてもらいました。運命はこの手で開くものだと。そこまで心を決めたのなら、言葉は無意味だね。君たちの出した答えを見せておくれ。いでよ、蒸気獣オバドよ。
終わりにしよう。パリシーの子供たちよ、憎しみをたたえよ。ルロワ・デ・ムーン。隊長、バッチリ。ほら、やめんじゃないよ。
子供と。アリシーの子供たちよ。終わりにし。それ。この。まだまだ。
あなたの。怪人たちの魂によってオーク巨樹は蘇って、そしてわが魂をもってオーク巨樹の核デルニエが真の覚醒を果たすのさ。一郎、あれを見て。
的だったんですね。なるほど。なかなかぶっ壊しがいがありそうじゃないか。勝利は目の前だ。隊長、命令を頼む。了解。守護者、なぜパリシーの意志に逆らう。
カプセルがここにあるということは、エリカさんは、私たちが来るまでここで一人で戦っていたのか。そしてオガミさん、私なんだか悪い予感がするんです。もう攻撃が来るぞ。皆さん、行きましょう。私たちについてきてください。
荒ぶる海の守護者よ。
肉より来たれ災いの子。パリシーの子供たちよ、死して我が糧となれ。
せパリシーの意志に逆らう。パリシーの子供たちよ、死して我が糧となれ。魂を我に、ル・クレピスキュー・ディ・デュー。荒ぶる海の守護神、
任せろ。クリシーヌ任せろ。妖怪！
メリカ、エンジン全開です。我が糧となれ。魂を我に。
私。ローク滅却。我が糧となれ。隊長として当然ですよ。エリカ照れてる。エリカ真っ赤っか。
我々と合流しなかったんだ。それは敵に追いかけられて逃げてたら道に迷っちゃって。副隊長殿だぜ。パリシーの血を引く者たちよ、どうして君たちはそんなにも安らいだ心でいる。私たちはパリシーです。あなたの話を聞いた時、パリの人を憎みもしました。ですが、今は違います。私は私の愛する人たちを守りたい。私たちは未来に行きます。それが大神さんの示してくれた道だからです。都市を守護する者、大神一郎よ、どうしてパリを守ろうとする。都市とは憎むべき存在なのに。その通りだ。都市は自然の営みを破壊する悪しき存在に過ぎない。都市は存在そのものが罪、故に自然の神オーク巨樹はパリを滅ぼそうとした。なぜだ、なぜそう考える。それは愛があるからです。
愛し、子供を産み、育てていく。愛がある限り、人も、都市も、自然の一部なんです。千年の時を経た我が子供たちの答えなのか。だがパリシーはパリを許すわけにはいかない。皆さん祈りましょう。オーク巨樹がパリシーの神なら、私たちの思いも通じるはずです。そうか、祖先が崇める神ならば、我らの祈りも通じるかもしれぬ。やりましょう、皆さん。私たちの選んだ道をオーク巨樹に伝えましょう。我らは神。自然の象徴たるオークの木を、人々と都市を愛する、私たちの気持ちを、受け止めてください。あなたも新しい道を選ばれるのか。この光を、なぜこんなにも温かい。そうか、これがお前たちの言う愛する心か。報告によると、
オーク巨樹は完全に消滅。代わりに緑地帯が出現しました。新たに発生した緑地帯は人間に対して無害な存在だそうです。その緑地帯の発生場所はパリを囲っていた城壁などと同じ場所なんだろ。パリ市の怨念を封じるために築かれた太古の城壁の跡とさ。その通りです。なんで知ってるんですか。いやあ、そんな気がしてね。きっとパリシーは己の怒りを己自身で封じたんだろうよ。ああ、そういうものなんですか。帰ってきたみたいだよ、あの子たちがさ。ほら。ただいま。おかえり。大神一郎以下6名、無事任務を完了しました。ご苦労様。大神さん。ん？ほら、いつものあれを。ああ、そうだった。それでは行くぞ。勝利のポーズ。ギレ。あらあら、コクリコさん、そんなにはしゃぐと転びますよ。気をつけてくださいね。ねえ、大神さん、欧州博覧会も再開してパリの人たちも楽しそうですね。なんだか私たちがパリを守ってやったって自慢してやりたくなるよな。それは言わぬが花だな。良いではないか。人々の笑顔が我らの勲章だ。
一郎、僕たちあっちのパビリオンに行ってくるね。私まだ何も言ってませんよ。それはですね、あらおい、エリカ君、自分で誘っておいてどこに行ったんだ。お集まりの皆さん、今日は皆様に勇気ある日本の人を紹介しちゃいます。そこでキョロキョロしている虫大神さんはちょっとおまぬけそうに見えますが、実はこのパリを守ってくれた大恩人なんです。詳しくは言えないんですけど、この間の大事件の時に命を懸けてこのパリを救ってくれたんです。イエーイ。エリカ君、歌は魔法の恋、ここで忘れ
この街に来たら。皆様、お久しぶりです。1ヶ月ぶりのシャドワールはいかがですか。今宵は再出発を記念してスペシャルステージをご用意いたしました。魅力あふれる彼女たちのフレンチ感動をお楽しみください。ムシュ、ちょっといいかい。明日の朝、ちょっと支配人室に顔出してもらえるかお客さんの繰り出し、よろしく頼むよ。私が呼んだんだよ。二人に言っておきたいことがあってね。実はムッシュを帝国歌劇団へ戻すようにとの命令が来てね。詳しい話はわからないけど、東京でムッシュの力が必要になったようだね。出発は1週間後。急ですまないね。どうしても言い出せなくてさ。そんな、突然すぎます。それと他のみんなにはあんたが東京に帰ることをまだ言ってないんだ。あんたの口からきちんと別れを言っておきな。わかったね。大神さん、早く追いかけてあげてください。
こういう時、女の子って少しでも長く好きな人のそばにいたいものなんですよ。ついに来ちゃいましたね、大神さんとのお別れの時が。私、大神さんのアパートの前で待ってます。パリの皆さんにお別れを言い終わったら来てください。私待ってますから、ずっと待ってますから。おや、大神くんではないですか。どうされましたか。何かお買い物ですかね。そうですか。東京に。パリも寂しくなりますね。ところで、北陸はこのことを知っているんですか？いや、余計な心配でした。ホクリコなら大丈夫でしょう。あの子は強くなりました。それにホクリコはパリに愛された子供ですから。それでは大神くん、東京に行っても体には気をつけるのですよ。
ざますか。東京に帰るざますか。残念ざますね。大神はなかなか見どころのある男でしたのに。東京に戻ってもブルーメール邸で働いたことを忘れるではないざますよ。ではごきげんよう。健康には十分気をつけるざますよ。どうかなさいましたか。あの大神さんもフィリップにお参りをしていただけますでしょうか。フィリップ、私は強くなれました。グリシーヌや大神さん、そしてパリ歌劇団の皆さんが一緒にいてくれますから。安心してください。花火はもう泣いたりしませんからね。さあ大神さんもどうぞ。私たちと一緒だとそう思っていました。すみません、一人にしてください。
ことを言うのは礼儀に反すると分かっています。ですがお願いします。よ、隊長。どうしたんだい、こんなところに。もしかして、東京に帰るって話かい？ま、蛇の道は蛇ってね。悪党商売をしてりゃ、情報にも早くなるのさ。賭けをしよう、隊長。私が勝ったら、パリに残る。あんたが勝ったら、パリを去る。相変わらずつまらない男だ。さっさと行っちまいな。あんたの顔なんて見たくもないよ。Thank you.
隊長か。今鍵を開けた。入ってこい。何か用か。どうしたんだ、深刻な顔して。くだらぬことだ。見合いの写真を見ていた。見合いなどするはずがなかろう。タレブーが無理やり写真を押し付けてくるのだ。完全無欠の花婿などおらん。いい加減に諦めればよいものを。で、隊長は何の用なのだ。世間話をしに来たわけではあるまい。その話、まことか。いつ決まったのだ。グランマと話をしてくる。貴公はパリ歌劇団の隊長だ。東京になど行かせん。出て行け。サーカスはまだやってないよ。なになに？楽しいこと？あ、急に吠えたらダメだよ。もう少し待っててね。このトラと一緒に手品をするんだ。そうだ、一郎も一緒にサーカスに出てみない？きっと面白くなるよ。そうだよ、今から練習すればすぐステージに立てるよ。Oh.
え、なんで？なんで一郎は東京に行くの？いってらっしゃい、一郎。だってお仕事なんでしょ？なら仕方ないよ。僕サーカスの準備があるから。バイバイ、一郎。やあ、大神君、グランマから聞いたよ。東京に戻るんだね。そうか、行ってしまうのか。分かった、後のことは僕たちに任せてくれ。大神隊長、今までご苦労だった。帝都での活躍に期待する。あの、大神さん、私考えたんです。あと1週間しかないんですよね。その間だけでも笑顔の私を見ていてほしいんです。しましょう。ほら、時間がもったいないじゃないですか。
という間に夜になっちゃいましたね。今日はとっても楽しかったです。でも楽しい時って時間が経つのが早いですよね。あの、大神さん、エリカのお願い聞いてもらえますか？私、大神さんが大好きです。どんなに離れても、どんなに会えなくても。私はいつまでも大神さんのことを忘れません。だから、大神さん、東京に戻ってもエリカのことを忘れないでくださいね。嬉しい。私、大神さんに会えたこと、神様に感謝します。いよいよお別れだね、ムチュ。たった半年だったけど、いろいろあったね。さあ、みんな。ムッシュにお別れを言いな。隊長、元気でな。東京での分を祈っているぞ。
一郎。僕大きくなったら絶対に東京に行くからね。あんたはもう少し我の勉強しておきな。そうしたら可愛がってやるからさ。大神さん、もう一度私たちに会いにパリに来てくださいね。大神さんのもぎり服ずっと置いておきますから、いつか帰ってきてくださいね。お元気で大神さん。東京のおいしいお菓子送ってくださいね。隊長さんよ、あっちには俺がいないんだからさ、コンボを壊すんじゃねえぞ。大神君、君にはいろいろと教えられたよ。帝都でもしっかりとな。エリカ、何してるんだい。ムッシュに挨拶しなくていいのかい。はい。大神さん、お別れの挨拶はうまく言えそうになかったのでお手紙にしました。ですから汽車の中で読んでください。もう発車みたいだね。行っといで、東京に。
さらばだ、隊長。一郎、元気でね。達者でな、隊長。またお会いしましょうね。大神さん、さようなら。親愛なる大神さんへ。大神さん、楽しい時間をありがとうございました。私は大神さんと出会えて本当に良かったと思っています。私はきっとこれからもドジだけど、明るさを忘れずに元気。元気にパリを守っていくつもりです。もちろんシャノワールの踊り子としても頑張ります。ですから、大神さんも東京でのお仕事にハッスルしてください。では、またお会いできる日を信じて、エリカ・フォンティーヌより。愛を込めて。いくつもの
一つだけわがままを言っちゃいます。ずっと前に私は、東京に大切な人がいるから、私はパリの恋人でいいって言いました。やめます。私は大神さんの恋人になります。いつの日かエリカは大神さんのおそばに参ります。そしたら今度は私を本当の恋人にしてください。Let's go.
Mm-hmm.